皆さんこんこにちは、えー、今日からですね、えー、スタートいたします。デル・ジュンタッケンスマート演習講座。あ、すみません。えー、デル・ジュンタケンスマート合格講座のですね、えー、今ちょっと演習講座と言い間違えたんですけど、えー、演習講座はまたあの並行して勉強していただけるようには、えー、ありますので、またね、えー、合格講座っていうことで、えーっと、テキストですね、えー、このおテキストを使いまして。 えー、デルジュン・タ権2020年、タッケン氏の合格テキスト、えー、これ、権利関係がスタートしております、ですかねはいでえー、ここ、書いてありますように、この改正、えー、民法、完全対応,、えー、対応しているということで、えー、実は今年かなり民法の改正がありますので、えー、きっちりとね。 勉強していただきたいというふうに思いますので、えー、よろしくお願いしたいと思います。で、まず一番最初にですね、えー、っと、まあ、勉強していく中でいくつかのーツールというか、えー、ものをお話をさせていただけたらかなと思います。まず一つ目が、あこの、洗濯バサミなんですね、これね、見たことがあると思うんですけども、えー、これはまあ、どうするのかということなんですが、このテキストをですね、これ、まあ、開きますと、これがですね、 パタンとこう閉じるわけです、ね、例えばですね、こう見ていただくと、えー、まあページをこう開けますよね。で、まあ、見てまして、これ、手を離すと絶対戻るわけですよ。で、これを、こういう、挟むと、手が開くんですね。これはまあ画期的なものかなというふうに思います。まあ,あ、のこの洗濯バサミに関してはね、ぜひ、家にあると思いますので、えー、使っていただくといいのかなというふうに思います。いいですか あのまあ、初めて今、お話をさせていただいたんですが、えー、このスマート合格講座、演習講座を担当させていただきます、レック専任講師の小原といいますので、よろしくお願いいたします、えーまあ。時間がですね、1回大体30分でどん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 やっていけるので、割と短時間で勉強していただく方がね、 には使っていただけるのかなとこの間もあの合格発表があってですね、えー、指を刺されましてね、あっていう感じで、あっていう感じで、で実はあのそのビデオ、スマートを見ていただいて、合格したと、えー、生の先生に会えて嬉しいというふうにね、えー、握手してくれと言われましてねで、写真も一緒に撮ってくれということで、えー、僕は全然わからないわけですね、勉強していただいている方はですね。 でも今一体にあのそうやって頑張って、ね、やっていただいたら嬉しいなというふうに思います。それからあとですね、えー、これですね、えーと、マーカーですね、えー、とペンがこんな感じですね、これね、まあ、今ちょっと黄色とオレンジを示したんですが、これ、いいところは何かというと、こういうあの万年筆みたいに、ですね後ろがこのカートリッジになってるんですね。 でこういうのは最後まで使い切れるんでね、えー、こういうのを、まあ、使っていただくと非常にいいかなと、でまあ、色としてはこっちの黄色のこれが、まあ、あ目に優しいかなという思うんですが、ちょっと今年ちょっとこれを示したのはなぜかというと、えー、実は民法の改正が非常に多いということで、例えばですね、えー、とこ,この辺なんか見てもらうとね、ちょっとまたやりますけども、ここなんか、このオレンジになってますよね。 これっていうののはは実は今年の改正なんですちょっと分かるように色分けをちょっと今年してで例えばこの黄色の色ちょっとまあ薄くあると思うんですがこれなんかはあの、まあ、まあ重要だけど別に改正ではないんだけど重要やから勉強しおかなあかんっていうところちょっと色分けをね使ったんでできればこの2色ぐらいがあるといいのかなというふうに思いますんでね。それからあと まあまあこれも僕はおすすめ今しているのがあいわゆるうこのファンクションというんですかね、えー、パイロットなんですけど、まあ、別にここ以外もありますけどもこういうこれ実は消せるペンなんですね色が、まあ、青あのグリーンとか赤とか青とか黒とかまあ何色も今出てますでこの頭が白いやつこれ0.5なんですここね0.5と多分書いてあると思いますが0.5太さですね太さがねで同じ色これ0.7です そして黒、これが1.0。太さが全部違うんですね。僕はまあ、これがし皆さん方に示すのにはいいんですけど、まあ、インクはようなくなります、1.0でね。で、これはね、書いたら消せるんでね、非常に便利なんで、えー、まあまあ、黒は黒で書くのもよろしくはないと思うんで、まあ赤とか青とかグリーンなんかをね、うまく使っていただくと、勉強としてはね、役に立つのかなというふうに思います。まあ、きっちりとね、そういう形で勉強はやっていただくと。 いいいいかなとううふうに思います、はいえー、では、本題に入りまして、えー、このテキストね、使いまして、出、えー、ル順達権の合格テキスト、権利1ですね、えー、を見ていくわけですけれども、えー、まあ今年改正が多いということなんですけども、まずね、ここちょっと上げてもらいますか、これ、7ページ、これちょっとデータがまだ出てなかったんですけれども、今も出ております。こうですね、えー、っと 申し込みが二十七万、そして受験者数が二十二万、これ七九七です、六九四ではありません。それから三万七千四百八一、で合格率が十七、三十五点でした。これが去年の二千十九の結果です。これやっぱり合格率がこの十五に比べるとやっぱり二パーセント上がると二十万人やったら四千人違いますんでね、やっぱりだいぶ違いますよね。 やっぱりそれはだいぶ救われるということになると思うんですけどね、まあ、こんな形で見ていただくといいのかなというふうに思いますんでね、でまあ、特に権利関係に関しては、事例式の問題が多いですから、あのできるだけ図式して、ね、でやっていただくといいかなとで、ここが一応9ページなんですが、出題もここずら出てますんでね、まあまあ、あのまあ、いつも出るやつと、星ってのはいつも出てる、これなんかちょっと心配ですよね、今年改正もありますんで、 この辺出てませんけどもねそれとか例えばこれなんかほら、えー、っとなんですかね再権浄土とか総裁なんていうのはこれ1年おきなんですね。と,こ,とここで来る可能性ありますよね。でこれ2020年来年のねその来年というか皆さん方が目指されてるその試験なんですけども、えー、20 2020なんでまあそういうの見てもらうとねだいたい出題は見ていただけるかなというね思いますんでねよろしいでしょうかね。 はい、それから本題に入ります、えー、まず第1章、意思表示からいきますね、はいえー、まずここのところで、超品質 A というふうに書いてあります、でえー、ここなんですが、えーっと、契約の成立というのが、実は、えー、ほとんどあんまり1回ぐらいしか出てません、でそれに対して例えばあ詐欺、出てますね、詐欺ね。 詐欺で言うと去年も出てますそして、えー、脅迫これちょっと今年ぐらい、ね、脅迫はもしかしたらねこの辺で虚偽表示も割と出るんですが去年出てないんでもしかしたらねこここれ昨後実は改正多いんですがここもねこの辺ぐらいまでが出題はされます。星の多いやつが出てますんで出題も多いというご理解をねしていただくといいのかなというふうに思います。ですかね、はい ではまず契約の成立というのをね、ちょっと見ていきたいと思います。はいえー、契約の成立なんですが、口約束いいのかということが書いてあるんですね、ここね。要するに契約書を交わしてないんですね。これ、交わさないというのをいいのかという話ですね。で、まあ当然、売買契約とか賃貸借っていうのは、えー、不動産取引では当然のことながらね、多いわけですから、ここちょっと線引いておきましょうかね。はい。黄色のね、ほうね。契約。 これ約束です。約束。契約っていうのは約束だよということですね。はい、そして、えーまあ、そういう契約を結ぶということで、約束だとこう言うんですが、ですかここです。えー、ここで、いいですかまあ、1番で、例えばこの土地を売りますと、まあえー、申し込む、そして、えー、買いますと承諾すると。 で契約書の作成、代金の支払いとか、まあ、困難があるんですが、この場合、売買契約はここですね、申し込みと承諾の意思の合致でいいと、おったらいいんだと言ってるわけです。で、ここなんですが、ということは、ここ、この1、2のここで丸 OK ということですね。ということは、3、4に関しては別に民法上の必要性をうたってるわけではないわけですね。はい、そして これをなんて言うか言たら、諾政契約承諾の諾で諾政契約と呼んでるわけね承諾の諾でね、これちょっとあ上に塗りすぎたものこれほら消せるでしょういいでしょうこれは消せるからいいでしょう後ろで消せますんでだからあのここも線引いてみまたあの書面要するに3番は必要では民法上ありませんということですね。はいで、えー、その 契約自体口頭でも内容が成立しますよと。で、まあ,あ、売買契約のその費用については、まあ、等しい割合でと、平分しましょうということがね、書いてあるわけなんですけども、で、えー、まあ、ここでですね、一応私の方でちょっとまとめた版書っていうのがあるんですけども、えー、書っていうのが、はい、えー、まず版書の1ページをちょっと見ていただくと、こういうやつですね。これ、あの、 1> 書の1ページということで、ここのところで、これ、ちゃんとこの、お見ていただくと分かりますように、14ページと書いてありますね、ページ数、テキスト14ですね。で、いいですか、売買契約においては売り主と買い主の契約がそれぞれ権利義務に関しては、それぞれが義務を負ってます。だから、売る方も義務あるし、買う方も義務ある、逆には両方権利があると、これを総務契約と言います。 両方に義務を負っているから、ね、これは有償総務の濁請の契約といいます。で、登記やとか引き渡しとか代金の支払いは別に民法上関係ないということなんですね。ですね。で、まあまあ、これで一応ま,あまとまっているかなということで、まあ、う14ページのね、ところで、えー、だから費用が平分というのは両方が義務を負っているからね、ということなんですね。で、このデータなんですが、えー、この。 番書集ってやつをこれはまあカラーで見やすいと思うんですがどこにあるかということをちょっと示しておきますとここへ行っていただくと落とせますんで今「アメブロっていうブログがねえありましてここで「小原ブログ宅見」と押していただくとえアメブロで私のブログに行けると思いますあのパソコンでね携帯電話やとねちょっとデータが重たすぎて落ちないんですけどねでそこで「パスワードをくれ」って言います。 そしたコハラ20202020年ねコハラ2020と押していただくとエクセルで打たれたこのデータが落とせますだからエクセルで打ってありますのでこれを皆さん方がデータとして持つか打ち出すかどっちにするかは別として見れるようにはしてありますのでお使いいただくといいかなというふうに思いますここのこれねこれを使っていただくとねいいのかなと、まあ、言葉をねまとめておきましたんでねでしょうかね では続きまして、テキストの方行いきまして、これはです、ね、明らかに改正なんですけれども、ここですね、この定刑の約款、ね、いわゆる定刑約款ですね、約款っていうのが、民法上、実は以前まではありませんでした。 民法では、いろいろ皆さん方の契約の中では、約款はあると思いますよ。例えば、保険入るのに約款があるとか、いろいろありますよね。まあ、そういうのは当然ある話なんですけれども、えー、当然、あのー、民法上がなかったんですよ。で、そこで、えー、今年改正で入れております。まあ、民法上原則としてね、考え方としては、こうやってこうずっと書いてありますね、えー。で、ここですね。はいですか えー、ここのところ、はい、ここちょっとせんよね、これ、改正ですよ、定型,、えー、定型の約款を使用する取引により、契約当事者、まあ、消費者に損害を受けることがないようにしたいと、要するに、えー、いやもらったけど見てないとか、それ困りますでしょ、だからまあ、そんなんが出ております。ですかね、よろしい、ねはい、これちょっと今年の改正なんで、色を変えてみますでしょ、ちょっとやっぱ色を変えると分かりやすいですね。 はい、そして、えー、続きまして、えー、次いきます、条件、期限、これは別に前からあったやつです、はい、まず4行目いきますよ、はいえー、契約の効力の発生が不確定な将来の事実、ここ、不確定というねでまね、まあ、その事実、これ、条件と言います、はい、条件ねで、例えば、あ転勤が、外,外に転勤決まったら売りますさみたいな話があるわけですよ。 これ、いわゆる先ほど申し上げ、不確定な事実が実現したら契約残る。これ、実現したらね、効力が生じますよと。これ、停止条件。停止条件付き売買契約なんてよくやられてると思います。す停止条件付き売買契約なんていうのがありますのでね、停止条件。よく世の中でね、ローンが成立したらとか、今持ってる家が売れたらなんていうのはよくある話なんですね、またきっちりとね。 えー、よく出てくる話なんで、ここでちょっと歌っております。それから続きまして、この条件に関して、ここですね、これ、民法の130条1項の記者で、条件の成就を故意に妨げた、転勤が決まったら売るわ言うてのに、転勤決まりそうやのに、それを拒否するとか、ね、妨げる、それは条件の成就とみなすと、それはもう売買契約が成立とみなします。で、それに対して、ここです。 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正,の、えー、不正に条件の成就させた場合は、これは逆になかったものとみなす、これ2項なんです、これ今年改正されております。要するに、こっちは成就とみなす、こっちは成就がなかったものとみなすという考え方なんですね。ですかね。はい、ではあ、ここまた、晩書集、2ページをちょっと入れておきました。 でね、このことちょっとあれしてるのは、基本、もう完全に、例えばです、ね、ここ、囲んでますよね、先ほど見た改正、ちょっとあの赤い枠で囲んでるやつは、改正をちょっと、色で分かるようにしておきました。で、いいですか、これね、まずここに書いてありますとおり、はいえー、将来発生する不確実な事実、これ、条件と言いますで。転勤が決まったら売ると、これ、は停止条件と言います。 これは契約が有効に成立しているけど、効力を遅らせるということですね。転勤決まったら、もう契約は成立していない。しかし、転勤が決まるまでは効力が出ないという話ですね、はい。条件が成就することによって、利益を受ける者が不正に成就させた場合はしなかったものね。これ言いましたね。2項の規定ですからね,ですかね、はい。これもね、また押さえていただくと、まあ、カラーなんでね、非常に分かりやすくはしておきました。いいいですねはい そして、えー、続きまして、えー、次があこうですね、ちょっと大きさが違うんでね、寄せてい,いかな申し訳ないです、はい。こうですね、えー、将来確実な時効、確実、絶対来るというやつねで、これが確実なやつが、確実ね、これを期限と言います。で期限 確定期限必ず来るやつと不確定期限この2つに分かれます例えばお父さんが亡くなったらという人の死なんていうのはこれなんですよ、うん、こっち側は例えば1月1日はお正月の内の確定期限ですからね,はね、はい、では次無効と取り消しの違い言っときますはいはい取り消し一応有効なんですこれだから取り消さなあかん取り消す意思を持って初めて無効 これ逆のぼって無効になりますからね。だから取り消したら無効にはなります。ただ取り消さなければ有効のままだということですね。はい。よろしいですかね。はい。そして、えー、次です。ここです。無効は何もしなくても無やから、当然に無効なんです。当然に無効だよと。効力ないですからね。 この違い、いいですか取り消しと無効の違い、いいですかね無効と取り消しの違い。取り消しは一応有効。無効は何もしなくても無。というね、ことになります。よろしいでしょうか。はい。では次、詐欺へ行っておきますね。これ4回聞いてます。ちょっと出てますよね、やっぱりね。こ過去10年間で4回ということはね。はい。人を騙すことを詐欺です。これ、取り消すことができるですよ。ということは一応で有効ですよね。いいですか有効か無効かといったら有効ですよね。大丈夫ですかはい。 ではこの取り消し権はいつ,いつまででも取り消せる方はダだめやということで、これ、取り消し権は、追認するときから5年、行為のときから20年、いずれか早い方で自己消滅しますと、こういうふうに言います。い,いですかいつまででもいけるわけではないということでね。はい、これがここですね。これ、板書の3ページ、今のところね、これ17と書いてますね。はい はいえー、追認できるときは詐欺の事実を知ってから5年未成年の場合は成年に達してから5年ですわだから行為のときは契約から20年廃園法で事故ということはもうあの30年前に偽物買わされとったらもう契約は取り消しは無理ですねできないということですよ、ね、それはもうちょっとね、まあ、民事の最高20年っていうのは、ね、ありますんでねよろしいでしょうか、はい、ではあ続きましてこの下ですねえー ここですね契約が取り消されると、その取り消しは初めからなかったこと、はい、これ、お互いに相手の前の状態に戻す、元に戻さなあかのでね、契約を取り消してしまうと、最初から向こうやからね、これを何ていうか言ったら、現状回復というわけねで、この現状回復は同時利行なんですよ。 同時履行の関係になってますということですねで、これも一応番書を入れておきましたけどもこれはこういうことですねいいですかあのもともと売買契約って総務契約で両方が義務を負ってますからこの場合に同時履行になっているわけですそうするとなかった状態に戻すということでこれも取り消し後も同時履行だよというね これが判例です。ちょっと一緒にね、記憶ですけど、つけておきました。はい。では、問題はここですね。えー、っと、まあ、試験の論点はやっぱりこれかなと思うのは、いいですか、ここです。もう詐欺にちょっと書いておきましたけどね。この B さんの上、詐欺師って書いてある。こいつ詐欺なんです。こいつが詐欺だったね。詐欺師ね。ましたで、詐欺師がまあ売りまして、ですね。ここです。いいですね。読みますよ。A さんが取り消す前に、えー、B さんが C さんの土地を売却。 だからこれ3、4の関係ね、これを取り消し前と呼んでます、はい。で、まず C さんが知っていた、この要するに詐欺の事実を知ってるわけやから、A さんは C さんの土地を返せと主張できると。これできますね。だからまあ,あ、知っているということを、法律的にはですね、もう知っているはこれ、悪意なんでね。 で詐欺による取り消しは悪意の第三者によって、そんなんね、当たり前のことながら、ですねそんな詐欺の片棒を担いでるやつを守る必要ないですからね。でついで、ここですね、C さんが詐欺の事実を知らない、ここが問題ですね、知らない、普通大体いい知らんのですわ、詐欺師から買ってるなんていうのは思ってないからね。で、A さんが C さんに土地を主張できるのかということなんですが、これは主張できません、ここですね。 はい、ただね、ここ、いいですね、知らないことに注意、不注意であれば、保護すは、A さんが保護されます。ここちょっと改正なんですよね、これもね、これちょっと色を変えとこうかな、ね、変えといてもいいな、ですね、あの注意、ね、ここね、えー、注意義務を怠った場合ね、これ、不注意ならばっていうですね、これは A さんは保護を優先します。こ、ねまあ、これはどういうういいとととかというとある 事情をを知らななないいいいいこれ善意とと言言まますす、えー、落ち度がが過失のつまりここですね善意かつここね大事なのねこれ加わったんです去年改正で無過失という第三者に対抗できないというこの言葉が実は去年まではこの過失という論点は言ってなかったんですねここがですねちょっと変わったかなというねでポイントはもうこの図なんです。 問題は、いいですか、このおむ、えー、善意で無過失ね、えー、これ、ちょっと確保しているのは、この詐欺は確かにこれなんですが、でえーまあ、ポイントとしては、今言ったように、無効や取り消しを善意の第三者に対抗できるのか、言えんのかどうか、もっと究極言えば、おっさん救うのか、姉さん救うのかということですで。詐欺の場合は、善意無過失の第三者には対抗できないということは、お姉さんが救われます、おっちゃんは否定されます。ここはちょっとね、ポイントとして押さえておかなくすね。ですか はい、では次、第三者の詐欺があります。まあ、まあ形が変わるだけでね、はい、ここ、詐欺師 C さんね、詐欺師ね、さえたらね、横から干渉してますでしょ、さっきとちょっと図が違うよね、さっきの前のページのこっち側は、これ、当事者に詐欺師がおるでしょ、こっちは横から干渉してますからね、これね、これ、第三者ね、まあ、結論、ここです。 はい、相手方が悪意または全員有価数ね、今年有価数やからね、えー。ということは、相手方が詐欺の事実について全員無価数の場合は取り消しができないと、こういうことですね、この人はね、はい、これもまとめておきました、これです、はい。こいつ、悪い顔しますね、詐欺師、詐欺師がやった場合、第三者のね、はい。 この場合、この人相手方が善意無過失の時この人は取り消せません。ということは逆にはこの人が悪意または有価失ならば、この人は取り消せるというね、この形は変わっても結局、善意無過失の人は勝てないということだけやからね、まあ、その辺だけ覚えとけば、まあまあ、なんとか対応はね、できるのかなという感じがね、しますね。 ちょっとっね、脅迫ねはいえー、そことポ,ポイントね線を引いていただくとはいえー、っと人を脅すことこれ脅迫と言います脅すと書いてあるんですね脅すことを脅迫と言います、はいこれね、脅迫は人を脅すことですねはいでこれもまあ取り消しですヤクザ存在してますからねで第三者の脅迫です 相手方がその事実を知っていたか過失なく知らなかったかを問わず取り消しができます。はい。これ、ヤクザとかでください。ヤクザ。ヤクザから脅された人を守ってます。ね。まあ、第三者関係で見れば、こっちの方がいいんかな。こっちでやる方がいいか。ね。同じように考えてもらったりいです。取り消し前ね。はい。ここ、書いておいてね。ヤクザ、書いておいてね。ヤクザ。ヤクザがまあ脅迫をしまして取り引をすると。この場合、いいですか C さんが知っていたか否かにかかわらず、書いてあるでしょ、否かにかかわらず、A さんは主張ができます。ね、脅された人を救ったろうと、ね、つまり、いいですかここです、脅迫による取り消しは、はい、全員無価質の第三者にも対抗できます、はい、この人が救われる話ですね。はい、これまた基本形、これに戻ってみてください。ですか この図とさっきの、またね、5ページなんですけど、あ今度やりましたけども、結局、論点としては何なのかというと、詐欺の場合は、善意の善意昔の第三者が勝ちましたでしょ。だけど、脅迫の場合は、この人が善意昔でも、この人が救われるわけですね。で、これ、なぜなんかというと、この脅迫の考え方は基本なんですよ。で、これ、なぜかというと、脅迫は、いいですか、脅迫はすると取り消しをしますよね。 そうするとここの契約は無効になりますよね。無やったらここは普通は無なんですよ。だからそれは無効は無効やんけと言えるとこの人が救われるやんっていうのはそれは普通だと思います。逆に言うと詐欺は珍しいよね。なんでやったら全員知らないお姉さん救われる。それはなんでやったら詐欺に陥ったおっちゃんに落ち度があるからですよ。そうでしょ詐欺は全員詐欺にあいません。なんでやったらおいしい話に乗ってしまったというところ。 申し訳ないけど詐欺師が一番悪いけど詐欺に負うた人の問題点も法律は言ってます。ただ、今現在のオレオレ詐欺なんかはちょっとね、年寄りの人で認知症が入ってる人なんかちょっと辛いからね、それはちょっと違うかなとは思うんですけどもね、いいですかね。まあ、そういう話になります。いいですかね。よろしいでしょうかね。この関係いいですか。まあ、どっちを救うかということです。で、これ、あえてなんで、これ、の今年改正やから、これ、ここにも書いてるのはごしックにしてるでしょ。これ、去年まではこれなかったんでね、これだけやったんだね。 で今言ったように詐欺や脅迫っていうのは、まあ、特に今詐欺の場合なんですがこれ全員無入ってきてますんでねこれが次回以降これ入らないのもあるんですよだからこれ改正で今年ちょっと難しくなってるよね,ですかねというところがあポイントとしてね押さえておいてもらうとねこの図がまあ基本形ですこれまあ5ページなんですけど、まあ、さっき19で出したんだけどもね,ですかね はい、えー、よろしいでしょうかね、あのー、今、今日やって1回目はもう詐欺、脅迫までしか入れてはいないんですけれども、まあ、あのポイントになるところを図にしながら、図にすると分かりやすいですよね、でさっきも言いましたように、ここへ行っていただくと、落ちてますん、ね、で、それとね、あと過去問の解き方なんかもちょっと上げてます、ここでは、僕からのメッセージをね、あのー、なかなか直接会えない人にも、これやったらいけるかなと思って。 伝えておりますのでね。きっちりとやっていただくとね。いいのかなと思います。はい。あの。まずはやっぱり図にしてで終わったところはその問題をやっぱやっていくいうことね。まあ、これ、スマート練習講座の方でまたやっていただくといいと思うんですが、授業を聞いて問題もやっていくと非常に能率が上がるかなという気はします。まあ、そういう勉強をずっとこれからね。続けていっていただくと。 えー、おそらくうレベルアップしていただけるんじゃないかなというふうに思いますんでね、まああのー、30分ずつでやれますんで、まあ、権利関係で言えば20回、業法も20回、制限も20回ということで、まあ、かなりこう短時間でぱっぱっと勉強ができるんでね、まあ、この辺はこれからも、ね、どんどん活用していただくといいのかなと思いますんでね、まあ、あの1回目のおスマート合格講座の第1回目、この辺で終わりたいと思います。 どうもお疲れ様でした